皆様こんにちは。プロゴルファーのケブカヨシロです。本日もアコーディアゴルフ技術研究所さんにお邪魔しております。皆さんこんにちは。データ分析を担当するプロゴルファーの小島啓太です。今回もですね、ケブカプロのシダインプレッションと、トラックマンと GC クワットという、素晴らしい機械2台を使ってですね、データを分析しながらクラブの性能を評価していきたいと思います。よろしくお願いします。今回もガチでやりますか。ガチいきましょう。はい、では始めていきましょう。お願いします。じゃあ啓太君、今日のクラブは何でしょう。今日はこちらですね。はい、お願いします。G430MAX10K です。こちらになります。はい、こちらですね、ピンさんから出るんですけども、 HL っていうシリーズとノーマルと2種類出ます。で、その今回はノーマルの方の G430MAX10K を打っていただくんですけど、はい、まずコンセプトとしては、10K なんで、1万イナーシャ、完成モデル1万っていうところで、どっかで聞いた話ではあるんですけど、ありますね。たまたまだったみたいなんですけどっていうところで、じゃあどうやってそれを達成可能にしたか。もともとピンさん完成モーメント多めではあったかなと思うんですけど、今回の場合は重心を、深く低くしてですね、で、カーボンフライラップテクノロジーといって、いわゆるカーボンを採用することで余剰重量が出るので、その余剰重量分を後ろに持ってくるという形でですね、完成モーメント1万を達成したというところなんですね。で、ちょっと見た目どうですかね。テブに構えてみた感じ、見た目はやっぱり大きい。僕これの G430 の LST を普段使ってるんで、なるほど、それと比べるとやっぱ一回りぐらい大きく見えるな。薄べったく見えます。違和感はありますか。違和感は構えた感じはないです。大きいなと思う、やっぱり、独特のというか、ピンさんのその昔のトップのこの見え方はこの変わらないじゃないですか、でそれで大きさが大きくなって、はい、そんなに違和感はなく。今ロフトは何度ですか。ロフトは 10.5 度。普段は LST は普段は 10.5 度一応立てて 9.5 度。なるほど。イメージとしては違和感はないかな。違和感はない。大きさがどうかなっていう感じ、僕の中で。フェースの見え方はどうですか。見え方はもう完全に捕まりそうな感じ。あ、じゃあちょっと左向いて見える。見える感じ。でロフトもあって、ちょっとロフトある分左見えると思うんだけど。なるほど。だから、なんだろうな、自分で捕まえる必要がない感じがするってて、ただ振るだけで球捕まってくれるよっていう見た目。個人的な感想は、好きな嫌いな。あ、この見た目がガチだから僕はもっと開いてる方が。そうだよね、だからロフトを立てるっていう時点で、どちらかっていうとちょっと逃げ顔が好きなんじゃないかなとは思ってるんですけど、じゃあそれを踏まえながらも、やっぱりボール捕まんないとゴルフにやっぱなりにくいと思うので、そういうゴルファーも多いじゃない、なので、実際に打ってもらって、これで球がどっちに行くっていうのは、ガチだから、調整する必要はないので、実際に打っていこうかなと思うんですけど。分かりました。また今回も使うボールを、タイテルスのプロ V1、やっぱこちらのボールを使ってですね、実際の外のフィールドでちょっと風強いちょっとねちょっと上げてる上げてる。でもこの部分も皆さんにこうご理解いただいて、ちょっと左からなんですけど、左からのアゲンスト、強めに吹いてます。この状態でどのぐらいの距離が出るのか、どういう条件になるのかっていうのを見ていきたいなっていうふうには思う。了解です。実際に打っていきましょう。よろしくお願いします。まず普段に近い速度、ノーマルの速度で打っていただきたいなと思うので、ターゲットはいつも通りピンを狙ってる白いピンで、はい、行きましょう。じゃあお願いします。
します。一発目率直な印象、捕まる、うん、自分でも捕まえちゃったっていうのも多少あると思うけど、うん、捕まる。他にはどうですか。あとね、こう当たった、多分今左向いて当たってると思うんだけど、自分の感想では、うんうんうん、そのまんままっすぐと、うんうんうん、そこから右左とかじゃなくて、うん、当たったフェースの角度によってまっすぐ飛ぶっていう感じかな。じゃあまあブレないというイメージが強いかな、うんうん。データの方の話をしていくと、今ちょっとクラブスピードもちょっと遅めだった、うんうん、今の 44.3、うん、ブニにしてはちょっと遅め、うん、だからボールスピードは 63.8、まあ、トラックマンデータで、うん、はいはい、で捕まってる分スピンは減る状態なんですけど、うん、それでまあ2270、うんうん、でまあこのスピード帯で今のでキャリー233、トータル257、うん、っていうところなんですけど、まあイメージ通りかなと思ってて、うん、捕まるんだけどそこから曲がらない印象はあるのかなと思ってて、振りやすさはどうかな。振りやすさは、あの、でこれシャフトがピンのツアー 2.0 で、正式名称はツアー 2.0 クロームシャフト。あ、クロームね、クロームシャフトね。だから自分が使ってるのにちょっと近いから、うんうん、あの JCB だとちょっと軽いかなと思ったから、これはこれで打ちやすかったな、シャフトとしては。なるほど、うん、ちょっとその印象の中でもう一球いってみますか。はい、よいしょ、白旗か。上がる。そうね、めっちゃ上がる。もう球を見ると、まあ、分かりやすいんですけど、まあもう一回印象はどうかなっていうところ。さっきよりも上がった、また下目だと思うけど。そうね、うん、今まで10ミリ下には当たる、うん、やっぱ上がるね。まあここでやっぱ打点を見ると、うん、やっぱりこうちょっと先のやっぱ下には当たってる、うん、でまあそこに当たると当然のことながらあのスピンは増えてくる、うんうん、なのでスピン量としては入るんだけれども、そうね、確かに上がる印象っていうのは強いですよね、うん、今ので 14.6 クワットでいうと打ち足角があって、うん、スピン量でいうと3714、うん、まあでもここに入るとスピンは増える。先の下だと、うん、下だと入る、下だと入る、縦のギア効果っていうのが入るんで、だそれはまあしょうがないんだけれども、そうね、まあ上がりやすい、捕まりやすいっていうイメージはあるのかなっていうふうには思う。でやっぱり先に13ミリずれてる状態で、うん、やっぱ曲がり幅が少ない、うん、風がない状態だと5ヤード右、うん、で風があってもそうですね、これだと 9.8 ヤード、うん、なので曲がり幅としては少ないですね、うん、やっぱりね。なので、まあ、その印象は強いかなっていうふうには、うん、ちょっと真ん中で打ってみます。はい。真ん中で打つのね。今のだとそう。うん、13ミリと。13ミリと。はい。僕の印象は捕まるよね。捕まる。ずっと同じラインで行くもんね。 そのデータ運の別にしてずっと同じ球になってる。確かに、うん、それはものすごく感じるし、ね、まあ、今ので9ミリと、まあ、若干遠ではあるんですけど、うん、今までの中では真ん中の方に入って、うん、で4ミリ下には当たってるので、うん、その状態で3275だから、うん、そうね、先ほどの印象の通りかな。やっぱこの交換性モーメントでこう弾道の再現性がありながら、うん、スピン量を抑えてくれる可能性はすごく感じるのかなというふうに。でも、うん、そうそう、
本当に曲がんないね。曲がんないのは曲がんないよね。曲がんない。これ多分平均でボーンって出してっても、うん、ずっと同じところにボールがいるなっていう感じがするし、 ね、それってすごく重要な要素かなとは思うんで。俺プロになってすぐピンさんにお世話になって、うん、ずっと歴代使わせてもらってるんですけど、うんうん、でも同じやっぱりこう曲がんないっていう感覚がすごい強い。ずっと同じだね、うん、弾道がね。ちょっとじゃあもう一回かなりヒールよりいる行くイメージでもいいか。ちょっと行ってみます。ヒール本当に上がる。いやだからボール上がんない人にとってみたら、いや最高だと思う。最高だね。最高、うん、で上がんない人からすると多分上がったらキャリー伸びるじゃない、うんうんうん、で曲がんないからその打った後の曲がりがないから、うんうん、多分距離稼げるんじゃないかなと思う。だから今上がってるのは多分風の要素もある、うん、風の要素もあるから、ね、スピン量は、まあ、ちょっと上には当たってるけど、うんまあ、3063プラスマンで、うんうん、だからやっぱり抑えられてるし、うんうん、かなと。ただ、まあ、先は先だからまだまだ先なのよ、まあ、見ててもちょっと先だなと思う。あ、そう。ちょっと先の検証いらないね。もう先の検証はもういらない。もういらない。ヒールの検証だね。ヒールの検証したい。はい。捕まるね。すごい捕まる。今ので、まあほぼ真ん中。ほぼ真ん中。逆に言うとね、うん、来ないんじゃない？これヒール来にくいんじゃない？まあ、そのピンさんにそのコンセプトがあるかどうかわからないけど、なんとなくヒールにこう当たりにくくなってるなのかね。やっぱり今のクラブって、まあ、そんなにヒールがいいとは思わないし、うん、捕まる要素が強いってこと？それ。そうね、まあ、ヒールに当たるとやっぱり距離の部分でもちょっとマイナスには入ってくるし、スピードの面でもちょっとマイナスには来るので、うん、完成モーメントが高いと、うん、そのヒールに当たりづらいとかそういうのはあるの？それはプレイヤー次第。そうだと思う、うん、でもまあ間違いなく、まあ、ケブニーがやっててここまで当たらないんだから、うんまあ、トータルで考えなきゃいけないけど、うん、もう当たらないんだと思うんだよね、うん、だからちょっとやりたいのは、うんまあ、ケブニーのスピード体感すると、まあ、シャフトがちょっとしなりはするじゃないですか、うんうん、いくらしっかりしてるシャフトとはいえ、うん、なんでちょっとスピードを前みたいに40から42、うんはい、トラックマンのクラブスピードで抑えてもらって、うん、で、打ってもらいたいなと、はい、今45ぐらい45ぐらい、あと 3-4m、はい、いい球。今のでちょうど40、39.9。これぐらいで打つとすごい。いいラインも出るし、まあ、ちょっと先っぽなんでしょうけど。すげえ先です。他には。いや先だけど。くださいください。うん、この40ぐらいで打つと先でも。左行かないじゃない。そうね、うん、で、球がそうね。だから、なんだろう、自分の中でスイング変えてるつもりはないけど、うん、そこで打点が先だとしても、うん、で、球が変わるってことはその完成モーメントってこと、うん、やっぱり大きいのと、うん、何よりもね、振ってる方向と、まあ、クラブパス、うん、特に今回クワッドで今見たいんですけど、うん、クワッドで見た時のクラブパスが 0.9 アウトサイドインできてて、うん、でフェースの向きが 0.9 左向いてるんですよ、うん、つまり 0.1 度もずれてる、うん、だからそれはずれないようになるんじゃないかなと思ってて、なるほど。それは当然振ってる方向とフェースの向きがずれなければ、うん、球は曲がりにくいし、うんうんうん、
ただこれに打点がずれたことで先に出て、うん、でギア効果で捕まって、うん、でもその割合が正直ね23ミリ等っていうまあまあ大きい数字なんですよ、うん、その大きい数字の割には右に出る要素も少ないし、うん、戻ってくる要素も少ない、うんうん、つまりブレが少ないのかなっていう、うん、まさにその典型を象徴するのかなっていうふうに思うし、はい、この速度帯で打った時のスピン量が今度トラックマンを見ていきたいんですけどトラックマンで2746途端に安定する。そう、ね、なのでもともとスピンロフトって言って、うん、そのスピンを司る数字として、うん、アタックアングル、うん、入射角と実際に当たったインパクトロフト、うん、この間がスピンロフトなんだけど、うん、ケブニーはスピンロフトが、まあ、トラックマンで17度、うん、で、まあ、クワットでも今のだと 17.5 度、まあまあスピンロフトある方なんです、うんうん、まあ、スピンがもともと入る方なんだけど、うん、それが適正の速度で打った時に2746っていう風に落ち着いてくれるんであれば、うん、その典型っていう、まあ、交換性モーメントを持ちながらスピン量を抑えるっていうことを実現したモデルなのかなって、うんうん、でね、うん、ちょっと喋りすぎたっていうふうに思う。でも分かるような気がする、うんうんうん、ちょっともう一回あえていこう。極端にこれはヒールかなは真ん中でもいいんだけど。いやヒールだよね。ヒールを見たい。今のスピード帯でいいから。はい、うん、ヒールを。いやでも戻ってくんだね今のは。ヒールに当たってると思う、うん、ヒールです。ヒールです17ミリヒールです。やりました。でも多分相当やんないと来ないんだろうね。まあ、まあそういうタイプっていうのもあるだろうけど。でも、ヒール、でも今までの中で一番来ないイメージあるもん。ああそう、僕ら何回かやってるじゃないですか、うん、その中でやっぱあヒールここまで言っても来ないなっていう印象があるから、多分来にくいんじゃないかなと思うし、まあ、来たとしても、まあ、左に出てね、うん、まあ、またギア効果もあるし、うん、で戻ってきて、まあ、ターゲットに対して今ので 5.2 ヤードに着弾しているという状態、うん、でクラブスピードは 42m、 ボールスピード 60.2、うん、トラックまでですね、うん、で 12.3 の打ち出し。ただやっぱここに来るとさすがにスピンが4063増える。ただ相当ヒールの下だから、うん、まあゴルフクラブにおいて多分一番飛ばないところかなっていうふうに思って、うん、ここね、うん、でそこにこう当たりにくいようなイメージもあるし、うん、当たったとて真ん中に来てるっていうのは、うん、まあ、すごいいいことだと思うので、最後1球真ん中で、はい、今のスピード帯で見たいかな。今まで42だから、まあ、ちょっと早めではあるけど、はいはい、40の真ん中、40の真ん中。でもボールがこう綺麗ですよね、うん、こうブレないという感じも見えるし、こう飛んでくれるよね。そうこうとかこう早くなく曲がらない感じはするし、ドローンとまっすぐ行ってくれる。今もちょっとこうアウサイドインの軌道自体はちょっと強めに、まあ、軽めに打ったのもあるんですけど、うん、4.3 アウサイドインなんだけど、うん、クワットでね、うん、ただフェースがまた4度左なんだよ、うん、振ってる方向とフェースの向きが揃うよっていうのは、うん、まあ、一つあると思う、うん、それは曲がらないよね。曲がらないよね。だ今も18ミリ等に上がっ当たってはいるんだけど、ああでスピード帯はちょっと遅めになりました。 39.3 のクラブスピード、はい、でボールスピードが 58.3、うん、いわゆる日本人の平均のレンジのボールスピードなんだけど、うんうんうん、これで 15.1 のやっぱスピン2892、うんうんうん、この交換性モーメントを維持しながらスピンを抑えて距離も出しながら安定させるっていうメッセージはすごく汲み取れるかなというふうに思うんですけど、ケブニーの最後どんな人におすすめかっていうのをちょっと聞きたいかな。まず捕まえたい人、うん、球が上がりづらい人、うん、上げた人、うん、が本当に強く思 う, う, んうん、うん、その印象がやっぱり、ね、多いですよね。球捕まえられないし、うん、球上がらないし、うん、やっぱそこはすごく
多いレンジだと思うので、あと左行く人もいいかもしれない。あ、左あんだけ先っぽずっとこの下で打ってて行ってないから、なるほど、うん、許容範囲にあるから、だから変に被ってこないんですよね。あ、そうかもしれないね。そのフェースの向きを維持しやすいっていうのはポイントかもしれないですね、うん、それが完成モーメント典型の、はい、あれなのかな、メリットなのかなとちょっと思う。わかりました、うん、ケビニーどうでした G430MAX 典型。まあ簡単に言うと捕まる、上がる、曲がらない、うん、この印象が強いですね、俺はね。僕もその印象ですね、うんうん、じゃあそれなんで捕まるんだろうって考えた時に、うんうん、どう思います？なんかこう完成モーメントの大きいヘッドって、うんうん、こうなんか開いたら開きっぱなしで、うん、ちょっと右バーンっていくような印象ってやっぱりあるじゃない、うんうん、でもなんかその印象に反してというか、すごく捕まって安定して同じ弾道が出てたという印象を感じるんだけど、うん、そのイメージは合ってますかね。合ってると思います。僕は一つ考えるのに、やっぱスイング中にクラブのフェースの向き自体がこう変わりにくいのかなという印象がある。それはもうバックスイングの初期の動き出しから切り返しダウンスイングにかけて、こう開く要素が少ないというよりもヘッドがこうその場にいるようなイメージがあるので、フェースがちょっと開きにくいので、なので振ってる方向とフェースの向きも揃うし、開くっていう要素も少ないのかなという印象があるけど、打っててどうかな。打っててこういう動きが少ないのを感じる、うん、だこのまま降りてくるっていう感覚は強いなと思った。確かにドライバーなんか打ち出し方向の 85% はフェースの向きなので、うん、そういった時にそのフェースの向きがこうコントロールできるというか、うん、ブレないという要素はすごく大きな要素かなと思うので、うんうん、ぜひ多くの人に試してもらいたいなと思います。そうですね。